60泊、誰と行くの？こんな贅沢なことないですよね。でもいいね、憧れるね。いいですね、憧れますね。これは愛犬と旅する人と車を深掘る犬旅マニアのコーナーです。いいですね。はい、はい。で今回のですね、初回のゲストなんですけれども、うん、バディーボートの水野さん、水野さん、はい、お呼びしています。水野さん、はい、よろしくお願いいたします。どうよろしくお願いします。お願いします。いかにもなんかアウトドア好きみたいなね。いや確かに確かに確かに、そうですね。はい、水野さん、今日後ろにね、今お車ありますけれども、はい、どんなこれお車なんですか？これはですね、はい、年式は2001年なんですけども、はい、カナダ製の BC バーノンという、これ自体はフォードですよね。そうですね。ってことはボディはフォードで、はい、仮想が、はいはい、カナダのメーカーが作ったシェルの部分が。そうですね。そもそもなぜこのワンちゃんとの旅を始められたんですか？はい、アウトドアが好きだったりとかっていうのももちろんあるんですけど、うん、私自身がオートバイのトライアルっていう競技をやってまして、はい、これの全日本選手権とに参戦してるんで、で結構日本全国かっこいい、はい、遊びに行くので、はい、まあ、レースも含めて、うん、それで犬を連れて、え、ということでこれにバイクも乗れるってことですか？そうです、今外側なんですけどバイクも積んであって、え、そうなんだ、はい、もうなんか理想的ですね。いや本当に、そのためにもうワンコと一緒に年間60泊ぐらい、60泊、誰と行くの？ワンコと基本的にはもう自分と、あとまあチームの仲間だったりとか。結婚は？あ、してます。奥さんは？はい、一緒に。あ、奥さんも行く。はい、うん、偉いな。いいですね。なんかいいね。いや、もう聞いた、もうね、うん、あ、そう、奥さんも連れていくっていうのは嬉しいよね。俺ワンちゃんとバイクだけかと思ったらでもいるじゃないですか、そういう人も。それ嫁で、嫁家で一人で待ってる。そうそうそう、だから基本自分だけで行くことの方が多いですけどね。うん、はい、そうなんですよね。でもいいですね、ワンちゃんも留守番じゃなくて一緒に旅できるっていうのは、うん、そうですね、うん、はい。どういった魅力がありますか、車でワンちゃん連れ。車じゃないといけないところ、うん、の山だったり海だったり、はいはい、そういうところで遊ぶのが好きなんで、うん、まあ、一緒に犬と遊んで、うん、でずっといられるっていうのが一番、これ結構大きいじゃないですか、はい、で山道って狭いでしょ、はい、とこれね、うん、どこでも行けるって言うけど実は行けないですよね、うん、限りがありますよ ね、はい、実際には限りがあるとは思います、うん、ただ今までそんなに苦労したことはないです、ね、そうですか。それって例えば分かるんですか、例えばこれから先大変だなとか、ここは止めにくいなとか。そうですね。それをどういうふうにチェックするんですか？最近だと、うん、Google マップ の、うん、衛星画像とかで事前にちょっと調べておいて、街中とかだとちょっとリサーチしてから行くって。そうですよね、はい、でかいもん。そうそう、だからどういうところに泊まるんですか？いろんなところに泊まるんですけど、キャンプ場とかは僕ほとんど利用しないので、うん、まあ、なんでキャンプをすると結局チェックインチェックアウトとかの時間に左右されてしまうので、なるべくそういうのはないところ、うん、道の駅とか、うん、道の駅もそうですし、例えばまあシーズンオフの海の前の駐車場とか、うん、だいたいフルでオープンしているので、うん、そういうところが多いですね。なるほどね。愛犬に嬉しい車のポイントっていうのをちょっと書いていただいているので、はい、そちらお願いします、うん、はい、じゃ、人もワンコも綺麗さっぱり。あ、これいいね、綺麗さっぱりこれどういう意味ですか？これこの車ならではなんですけど、うん、まあ、シャワーが搭載されているので、うん、海とか山で遊んだ後に、うん、まあ、僕らもシャワーできますし、うん、そのシャワーもついているので、うん、ワンちゃんも全部きれいに洗って。それはいいね。ちょっとその辺ちょっと見せていただいてもいいでしょうか、うん、はい、ね、幅いくつですか？幅 2.3 メートルです。おお、長さは？長さが6メートル50ぐらいです。バイクがある、トライアルのバイク、うん、うわ、これまたかっこいい。これさ、コマーシャルに出てくれるのかっこよさです ね。基本これでもうドロドロになる場所でレースがあるんで、うん、そこでこう遊ばせて、この後めちゃくちゃかっこいい生活してるな。本当ですよ、自由だよね、うん、かっこいいな。え、これ外積んどいて大丈夫なんですか？まあ大丈夫ですね、うん、盗難とかそういう意味ですか、はいはい、あ、大丈夫ですね。基本はもうここにカバーをかけてたりっていうことも。なるほど、でかいな。でかいですよ、ね、相当でかいです ね。あ、アメリカだ。アメリカ、アメリカ、アメリカ。あ、そう、じゃあちょっと完全にアメリカですよ、ね、アメリカだ、アメリカ、ブーツだった。あ、なかなかね。あ、いいんじゃないの、ちょっとセンスいいですね。あら、おしゃれあら、おしゃれ。あ、リビング、あ、はい、はい、いいね、うん、こじんまりしたリビングで、ね、うん、いや、これこじんまりしてないですよ。広い、広いですよ、うん、6畳1間、うん、あ、でもそうか、運転席の上がベッドだから、うん、こっち側スペースすごい取れるんですね。取れる、取れる、うん、はい、この子が愛犬のジープ、ジープ、はい、うん、はい、
四駆だね。はい、四駆です。四駆で。おお、元気、若い。元気よ。四歳です、ね。ああ、若い。おお、いいね、いいね。わあ、わあ、わあ、なんでこれ、こうしてんの。大好きなんです、人が。あ、人が。お前、いいな。これ、お前、人が大好きか。よしよし。俺も大好きだよ、ワンちゃん。食事もここで作るんですか。結構作ります。あ、そう。はい。で、まあ、そうだよね、奥さんいるからね。で、ここは。トイレですか。そこトイレです。ここトイレでシャワーは、あ、一緒か。シャワーは、はい、ね、ユニットバスに行って、うん、ちょっといいですか。はい、どうぞ。あの、さっき綺麗にしてますよね。いや、綺麗にしてる、うん、でも何だし、うん、綺麗にしてる、ね、もこれもね、なんかちょっとナバホ風の毛布つけて、うん、うん、うん、かわいい。これ冷蔵庫と、はい、上は冷凍庫。上は冷凍庫ですね。すごい、うん、居心地いいよね、これ、ね、うん。やっぱり壁が垂直なので、車というよりはもう家に近い。ああ、そうだね、はい、シャワーはお湯になるんですか。お湯が作れます。はあ、お仕事は何をなさってるんですか。入社の販売修理の会社を、はい、こういう車を。そうです。キャンピングカーってさ、今すごい流行ってるじゃん。流行ってますね。コロナが始まってからすごい売れてんだよね。そうそうそう、もう買えないですよ。ちなみに、はい、おいくらぐらいですか、この車。ああ、この車もう20年前の車なので、うん、うん、まあ、新車当時やっぱり1000万ぐらいって言われてるんですけど、うん、うん、まあ、今取得するんだったら400万ぐらいで購入が可能ですね。だから20年乗って、例えばこれ売ったとしても200、300万円で売れるわけですよ、うん、するとコストパフォーマンスはいいですよね。そうですね、確かにめちゃいいでしょ。こんなでかくて重いから壊れるところも多いでしょ。そうですね、ただその走行距離が一般車みたいに伸びないから、ね、はい、伸びないので、泣きどころだけちゃんとやっておく。ブレーキとかやっぱり、はいはい、あと犬がいるから癒されるよ。あ、そうなんですよ。ワンちゃん好きだし。そう、あとこれ、これ綺麗。うん、綺麗、うん、もう全然、まあ、もちろんこれタオルを引くことによって、うん、あのダメージも少なくしてるし、ちゃんとしてる、ね、本当に。でアメリ、これアメリカですよね、基本的には。そうですね、アメリカ、カナダの合作みたいな、ね、うん、こういうのってほら、なんか彼もなんか、なんかちょっとね、60年代のアメリカっぽい感じがして、うん、そうですね、あったかい感じがしていいですよ ね、ちょっと輸入住宅みたいな。あ、そうですよね、要素もあって。そうそうそう、はい、なんか普通のキャンピング会場にくつろぎ感が高い、うん、これいいね、くつろげる、うん、あ、センスがいいかな、うん、すごいなんかいいな。いいよね、なんかお家みたい、うん、まあ、今スタッフさん含めて7名の中に入ってますからね。すごい、ね、全然ね、はい、そうですね、うん、これ例えば今ね、これカーテンなんじゃ、これをこうやって上げたりするとね、うん、そうですね、例えば海が見えたりさ、うん、山が見えたりね、タコワイの夜景が見えたりって、うん、こんな贅沢なことないですよね、うん、今家買うっていいね、もう変な話、都会で家買ったら最低でも7、8000万するんじゃない。そうですよ、まあするよね、うん、だこれね、うん、1000万で、1000万だってもう20年そうですよ、うん、いや優雅、ね、優雅、うん、人生が優雅、ね、うん、へえ、いいね、憧れるね。いいですね、憧れますね、うん、これは。ありがとうございました、はい、ありがとうございました。須さん、改めてどうでした。いや、人生が優雅、うん、羨ましいねえ、うん、いいね、ねえ、うん、なんかさ、犬と旅するっていいよ。いや、なんかちょっと理想だよね。でなんかあちこちのトライアル会場でさ、本当だ、トライアルやって、いや、なんか、はい、あのね、なんか人生を謳歌してる、うん、ケイちゃんどうでした。いやいや、本当に豊かなね、楽しみを味わってらっしゃるなと思ったし、うん、センスがいい、うん、ね、ありがとうございます、ね、なんかあれだよね、なんか多分これ見てるね、あの視聴者の皆さんもこれは羨ましいなと、うん、ね、うん、思いますよね。絶対そうですよ、うん、あとこれもうちょっとちっちゃくてもいいかなって、ね、うん、そうね、広いですからね、運転の力量がね、はい、あるんでね、はい、ありがとうございました、はい、ました。お知らせがあります。お知らせですか、はい、はい、この度アヘッドモーターサービスでは一緒に働く、一緒に戦ってくれる仲間を募集しています。なんと我々、はい、あの去年から、まあ、ラリーを始めていろいろなモータースポーツに参戦してるじゃないですか、はい、まあ、そのモータースポーツ参戦経験を通して、まあ、お客様に対して、まあ、チューニングであったりだとか一般の車両の販売とかアフターサポートを行っている中で、まあ、一緒にぜひ働いてみませんか。働いてみませんか。普段のアヘッドモーターサービスっていうのは、ヨギさん、どんなところが一番魅力的ですか。
個人的にアヘッドの魅力っていうのは、まあ、本当にあの一般の車両の販売からチューニングまで、だから仮に売ってしまえばお客様が買ってくれた後からもずっとサポートして、手厚くこういろいろな相談に乗ってチューニングまで含めてトータルでサポートできるっていうのがうちらの強みかなというふうに思います。はい、ありがとうございます。そして、お、そしてブレスと、ブレス、ああ、ブレスさんですね、はい、ね、はいはい、板金塗装、そして e スポーツスタジオでもおなじみのブレスでも新しく仲間になってくれる方を募集しています。募集しています。ぜひあのトータルチューニングから、まあ、塗装、板金も含めてあの全てやっておりますので、ぜひこの機会に皆さん一緒に働いてみませんか。ぜひ皆さんのご応募お待ちしてます。車のことならアヘッド。ガスタムカー中古車販売、回転ならアヘッド。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。